皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。ヒットソングに学ぶ作曲理論講座復活第2弾でございます。わー、前回の次回予告通り、今回はあいみょんさんのマリーゴールドという曲をモチーフに、アナライズ解析研究をしていこうと思うんですが、まあ、本編に入る前にですね、そのあいみょんさんのアーティスト性についてちょっとお話をさせていただきたいんですけれども、まあ、前回の藤井さんの場合はですね、まあ、天才という話をしました。まあ、あいみょんさんも天才なんだけどね。で、藤井さんのその天才ぶりは、まあ、昔ながらのね、トラディショナルな手法がほとんどなんだけども、そのトラディショナルの掛け合わせ方が凄まじいという話をさせていただきました。で、あいみょんさんのその天才ぶりはどの方向性かと申しますと、みんなが好きっていう、そういう方向性かと思います。料理に例えるならば、誰もが好きな醤油ラーメンみたいな、ぶっ飛びうまいとか、人生変わったわっていうぐらいな、そういうね、とてつもない完成度っていう、そういううまさ、感動的なうまさじゃなくて、いつ食べてもうまい、誰が食べてもうまい、どこで食べてもうまい、何歳の人が食べてもうまいっていう感じの、まあ、いわゆるその老若男女に全員に好かれるっていう感じ、嫌いな人がいないっていうタイプの天才ですよね。で、それがあいみょんさんのその、まあ、ファッションセンス、風貌だったりとか、まあ、声質だったりとか、その言葉、曲の言葉選びだったりとか、メロディーセンスだったりとか、そのメロディーのその幅だったりとか、まあ、そういったものがですね、そういうこのバランスよくこの調和されていて、まあ、本当にそのまあ、もちろん完成度はすごく高いんだけれども、めちゃくちゃぶっ飛び、うわこれやべえみたいな感じの感動的なうまさではなくて、いつ食べてもちゃんと美味しいっていう醤油ラーメンっていう感じの、イメージが、あります。で、まあ、もちろんね、中にはそのあいみょんさんのことあんま好きじゃないという人もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、悪く言うと嫌われないアーティストって感じですかね。嫌う人がいない、嫌う人がいない、嫌う要素がない、そういったところなのかなっていう感じが、します。で、マリーゴールドに関しても、やっぱりこうね、嫌う人がいないっていう要素がすごく強い気がしていて、まあそのメロディーの、まあ、上下だったりとか、リズムの取り方だったりとか、コード運びだったりとか、あと歌詞の言葉選びとかもそうですよね。まあ、あいみょんさんっていろんな曲作ってらっしゃるので、まあ、なんていうのかな、結構、すごいドラスティックというか、すごいどぎつい曲もあったりとかするじゃないですか。サビでいきなり死ねえとかって言ったりとかするような、おおっていう感じの曲もあったりとかする中で、まあこのマリーゴールドに関しては、本当にそういうバランスの良い、もうおじいちゃんが歌っても、なんかこのおばあちゃんが歌っても、子供が歌っても、私みたいな男性が歌っても、女性が歌っても、まあ、全然しっくりくるような、なんかこのバランスの良さっていうところなのかなっていう感じが、します。なので一応今回そのマリーゴールドが題材でアナライズをしていくんですが、まあ、ぶっちゃけて言うと、別に悪い意味ではなく、そんなに目新しいテクニックはぶっちゃけないです。すごく、もう、ドストレートで、とてつもなくトラディショナルで、すごいシンプルです。なので、逆にこういうシンプルさもすごい強みになるんだなっていう、まあ、いい題材として、見ていければなと思っております。はい、行きましょう。まず、A メロ。風の強さが超と心を揺さぶりすぎてだけ。あけけけけんかけたごひかて、これもう一回繰り返すんですけども、ビームでいきます。タリタリタティレタタラテラタタラタティタタラタタンで、麦わらのって言うわけですね。帽子の君が揺れたマリゴールドに似てる。タラタンタランタ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 ンケタンタタンカンケタスカイ笑えたあの日の恋。また繰り返し、似てとぶりてん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 抱きしめて抱きしめて離さない、こんな感じです。ノンダイアトニックコードゼロ、とてつもなくシンプルです。マジでっていうぐらいシンプルです。で、藤井さんの時に話をしたそのコードの構成音、例えばその1ってそのまあカポに行くとその C コードなんですけども、この1-3-5、1-3-5っていう、1-3-5ってある中の、まあこの3とか、7とかにメロディーを持ってくるとエモいっていう話をしたんですけども、この曲はですね、全然そういうメロディーもないです。もう最初とかも本当に一発目、最初1度からさね、藤井さんの曲の時1度から始まるメロディーってほとんどなかったんですけども。風の強さがちょうど、それぞれのコードに対して度数、メロディーが何度だっていう話で、ちょっとスタートしていきます。まあ、最初コード1の時に1-1-1-1-1-2で、次5度のコードに行って3-2-1-3-2-1
3、2、1、すごいシンプルで1に落ち着きました。で6、1で Am の時の6、1、1、1、1、1、2、3でまた5の時の2、1、すごいもう1が連続1、1、1、1、1、2、3、2、1、6、1、1、1、1、1、2、3、2、1、3、3、7、1、じゃあ3、7、5、3、2、1、3、3、5、5、2、1、1。藤井さんの時みたくね、7に当ててすげえとか、ナインスに当ててすげえとか、イレブンスわけわかんねえってことは全くないです。すごいこの1、1、1、1、1、2、3、2、1、なんか6、1、1、1、1、1、1、2、3、2、1みたいな感じで。で、この1をひたすら多用すると何が起こるかっていうと、まあそのね、ストレートっぷりが増すんですよね。その、なんだろうな、言ってみればその、シャレッキがない分、そのメロディーのパワーがすごい強くなるんです。まあ言ってみればそのベースのルート弾きみたいな。これがベースがさ、とかいくとさ、おしゃれだけどさ、ちょっとこのストレートのパワーってすごいこの消えるじゃないですか。そうじゃなくてこの。こんな感じでドドドドドって弾いた方がやっぱりこうパワーって出るんですよね。そういったこのストレートなパワーみたいなのをそのメロディーにこの託しているというか、メロディーが持ってるっていう、そんな感じのイメージです。で、またこの A メロがもう一回同じのを繰り返されるんですけども。で、A メロ終わって B メロ。この B メロが4小節で終わるってのもね、結構大事なポイントなのかなって感じがします。この B メロが4小節じゃなくて8小節倍あったりとかするとちょっと中だるみするし、なんかこう A メロから B メロ、A メロから C メロまでの流れが悪くなるような気がするんですよね。ヒットソングした、ヒットした要因といっぱいあるんだけども、その中の一つとして B メロが短いってのも結構大事な要素な気がします。サクッと B メロ終わらせてもうサビに持ってっちゃう。で、この B メロが、ちょうどいいクッション材となって A からサビに、ペンと、このジャンプ台に役割を果たすっていう感じの、ちょうどいいサイズ感とちょうどいいメロディーなのかなって感じがすごくします。で、問題はここですよ。6、5、5、6、3、3って感じで、まあ度数見ててもね、そのサビのところはそんなにまたこう新しい、目新しいというか、そんなにこのテクニカルなメロディー運びはしていません。でも、あ、いや、ちょっと続きいこう。で、そのから。まあ、こんな感じのメロディーじゃないですか。で、あの下の方のメロディーに関してはまあ、ね、なかなかこの面白いところあるんだけども、個人的にこのね、頭のここの頭の4小節がもうこの曲がヒットした一番のところなんじゃないかなってすごく思うんですよね。まあそのメロディー、なんだろうな、その藤井さんの時みたいにそのメロディーがテクニカルとかメロディーがすごいとかそういうわけじゃなくて、むちゃめちゃこのストレートな雰囲気を持ってるんだけども、若干この儚さとかもあるし、なんかこう誰もが聴いてもね、なんかこの浸透、なんかこのスッと入ってくるような、そういったこの音遣いと、まあリズムだったりとかするわけなんですよね。で、歌詞に関してもちょっと、あの言葉選びに関してもちょっと喋りたいことがあるんだけども、ちょっとリズムから行きましょう。まずこのリズム、タンタタンタンタン、
ティラタタティンタラティラタタリタタティタテタタンタラタン、この1、2、3、4、1、2、3、4ってなる中の一拍目って言い方するんですけども、1、この一拍目、一拍目にこの必ずメロディーが乗ってるんですよ。タララタタンティラタタティンタタティラタタリタタリタタン、でこの一拍目にメロディーが乗っかっているとどういう現象が起こるかっていうと、まあいわゆるそのね、日本民謡的な日本の昔からの音階みたいな感じの、なんかそんな感じのノリが生まれてくるんですよね。だからちょっと言葉を選ばずに、語弊を恐れずに言うとすると、まあ年代上の方々、昔ながらのその昭和歌謡とかに慣れ親しんだ方にも、この耳馴染みのいいリズムになってくるんですよ。これが、その一拍目とか二拍目とかに全く重ならないような、なんかこの、なんかすごいこのややこしいメロディーとか、すごいリズミックなメロディーとか、裏が強調されたメロディーとかだと、やっぱりこの上の世代の方からすると、難解な曲とか、聞きづらい曲とか、覚えられない曲、難しい曲っていうふうにこの受け取られるんです。けど、あいみょんさんのマリーゴールドに関しては、そういうメロディーもさながら、リズムがすごいこのね、日本人の DNA にマッチしてるってところがあると思うんですよね。で、その次、二段目。かといって、その後ろがね、タラディンタタンタタンタンティンタンタラタンタタンタンタカタンタンタンタランタ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 ラタン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 、この一拍目にありながらも、タラティンタタンタタンタンティンタン、このウッタタ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 は、なんかすごい、その8年から10年前にその公開したヒットソングに学ぶ作曲理論講座の生き物係か何かの話だったんだけども、割とその、うったた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 っていうメロディーの運び方は、まあ、もう5年、10年前ぐらいから、結構その日本のポップスの主流として、なんかそのバックナンバーとかがもうむちゃくちゃよく使う手法なんですけども、タンタタン、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 タタタン、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 みたいな感じで、うったた、うったた、うったたのリズム。そういうのもちゃんとこうね、なんかさらっとこう入れてくるみたいな感じの、メロディーだったり、リズムだったりとかするわけなんですよね。で、言葉。もうすごいこういいっすよね。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てる。麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てるっていう、この麦わらのっていう日本語があるじゃないですか。なんかこのイントネーションというか、その麦わらのじゃなくて、麦わらのこの柔らかなとか、麦わらのって、ここでこうちょっと盛り上がるんですよね、メロディーがね。で、このメロディーが、その言葉の感覚と一致してるんですよ。麦わらの、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 これがその麦わらのだと、ちょっと一致してるんですよ。僕らは普通に麦わらって言うとさ、やっぱ麦わらのとこはこう強調されるじゃない。ちょっと盛り上がるじゃない、この音が。だからそれがメロディーが、麦わらの、麦わらのだと逆行してるんですよ。でもそうじゃなくて、麦わらの、これちょうどいい具合に言葉の感覚とメロディーの感覚がすごく一致しているから、より一層言葉とメロディーにこのパワーを持たせることができて、より一層耳馴染みが良く、そして覚えやすく、歌いやすくなってくるっていう、そんな感じなんですよね。で、麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てるっていう、その単語自身もさ、なんかその、なんか情景描写としてすごいいいじゃないですか。で、別にその、誰がいるとか、どこにいるとかっていうのは何も説明しないけども、なんかこのあいみょんさんのあの声質も相まって、なんかこの、このすごいこの素朴な、コードのリズム。麦わらの、なおしの君がって感じ。このメロディーと言葉と、リズムが、なんかこう、映画の一幕のように、なんかそう頭の中にこうめちゃくちゃ状況を思い浮かべさせますよね。なんか、青い空、まあ皆さんそういう人それぞれあると思うんですが、僕の思い描いたあの麦わらの帽子の君が揺れたマリーゴールドに似てるから写し取られた絵って感じなんですけども、皆さんはちょっと違うかもしれないんだけども、僕は結構その青空とか晴れ渡るその結構太陽がさんさんと降り注ぐところで、結構その花畑じゃないけどね、そういうこの畑みたいなところがあって、でまあなんかその男の子だか女の子だかわかんないけど、なんかその麦わらをね被ってるその誰かしらが後ろ姿で立ってるみたいな感じの、なんかそんな感じの描写が僕はできるんですよ。で、その描写の内容が人それぞれ別だとは思うんですけれども、なんか思い浮かびません？映画とかドラマの一幕みたいな感じで。なんかそれだけで、あ、こういう曲なんだな、みたいな。で、テレビとかってさ、だいたいこのサビの一幕をバーッと流すだけで終わるじゃないですか。CM に関しても、ジングルに関しても、オープニング、エンディングに関しても。で、この
一幕のこのパワーがすごすぎてみんな覚えるんですよね。メロディーもすごい、リズムも良い、そして言葉選びも良い、情景描写もすごいできる。で、あいみょんさんの声質とかもすごく良い。で、この最初の一行、このてあらたんたらんたらたたたんててんてらてたらたらたたたたん、ここのパワーが凄まじすぎてみんな覚えてしまう。で、それでみんなが歌ったりとかして、この曲いいよね、この曲すごい馴染みがいいよね。まあその醤油ラーメンは、この醤油ラーメンは別にそのもう感動的に人生が変わるぐらいぶっ飛びうまいわけじゃないんですよ。けどいつ食べてもいつ歌ってもすごい、なんかこういつ聴いても、いつ僕が演奏しても聴いても歌われてもすごい、なんかこうああいいよねっていう風にこうなるじゃないですか。いつどこで聴いてもいい醤油ラーメンなんですよ。これがもう本当ね、マリーゴールドの一番の強さなんじゃないかなと、思ったりとか、します。とりあえずまあそんなところでしょうか。コードに関して、そしてリズムに関して、言葉に関して、ちょっといろいろ語ってみるとすると、まあ私としてはこんなところがすごいんじゃないのかなっていうふうに思うところでございます。まあ当然のことながらね、これらすべて私の個人的な解釈によるものなので、ちょっと皆様ね、いろいろと、ちょっとそれは違うんじゃないのっていうふうに思ったりするかもしれないんですけれども、まあね、参考になるところはかいつまで参考にしていただいて、勉強にしていただけたら幸いでございます。はい。とりあえずまあそんな感じでしょうか。あとはまあそうですね、個人的な、なんか想像なんですけども、まあ、あいみょんさんってすごい曲を書く人じゃないですか。多分今まで本当何百曲っていうね、曲を書いてきた人だと思うんですよ。で、正直このマリーゴールドに関しても、その今まで書いてきた何百曲のうちの一つなだけであって、そんなね、あいみょんさん自身も、そのこの曲は売れるわとか、この曲いけるわみたいな感じで、このマリーゴールド書いたんじゃないと思うんですよね。なんか普通にいつも通りこの書いて発表して、書いて発表して、書いて発表してってやってたら、なんかえらいスマッシュヒットしてしまったみたいな。なんか本当にそのスピッツのチェリー並みにさ、なんかこの日本の国民歌というか、牧原のりゆきさんのね、世界に一つだけの花ぐらいのレベルでさ、そういうめちゃめちゃこの日本人のなんかこの文化に浸透したと思いませんか？それはなんでかと申しますと、そういう飾らないストレートっていうのもあると思うんだけども、そのあいみょんさんの音楽に対するその自然さ、なんかその着飾ったりとか、なんか狙ったりとか、そういうのをするわけじゃなく、本当にそのあいみょんさんが自分が好きで、自分が歌いたくて、自分が、やりたいものを、なんかこう、単純にこの自然にこの生み出していったっていう、そういうこうナチュラルな、なんかすごいオーガニックというか、そういうこう、自然な、素直な雰囲気をすごくこの感じ取れるんですよね。で、このマリーゴールドも多分そんな感じで作ってるような気がするんですよ。これは想像ですけどね。で、そういったものも、やっぱこう、ね、歌とか、まあ、歌詞とかね、もう音を通して、やっぱみんなの心にこのスンと入ってきて、で、この日本人にこう染みついたんじゃないかなって思ったりとかするんですけれども、でもなんかそう言われると、確かになってちょっと思いませんか、そんな感じのする曲でございました。で、まあ、特別なことをしてないから、じゃあすごくないのかっていうと、全くそんなことはなくて、まあ、特別なことをしてないからこその凄さっていうのが分かっていただけたかと存じます。はい。では、以上でございます。今回は、あいみょんさんのマリーゴールド、取り上げてみましたけども、いかがだったでしょうか。またね、引き続き質問とかリクエストとか、何かこう、あれの曲もやってくれ、この曲もやってくれ、この部分が分からなかった、その他もろもろ、そういったことがありましたら、お気軽にコメントの方に残していただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。最後まで動画のご視聴ありがとうございました。さよなら。グッバイ。しゃっくり。